皆さんおはこんばんちは、白霊霊夢です。今年やり残したことはないか？マリサだぜ。JRA 銀行から取り返さないと。それは厳しい戦いになりそうだな。前回のダビスタスイッチ、G1 まであと一歩届かない競馬が続いています。今回はいよいよラストランを迎える総大賞ボルカニックが出走。それでは本編スタート。まずは期待の2歳馬ケノンボールを阪神ジュベナイルフィリーズに使います。いつものクリスマスローズじゃないんだな。たまにゃーね。エルメスさんはクリスマスローズへ。はい、出た出た。ムカついたのでフェアリーステークスにします。すまんすまん。というわけで阪神3歳牝馬ステークスです。救命書を使うな。さて人気はどうだ？ないね。くさ。あパパね、ホエールキャプチャ、ワンカラットか強いな。掲示板でもいいよ。ハヤトにお任せで。あどけなさが残る2歳牝馬の決定戦。クラシックの階段を駆け上がるフィリーズたちの大きな挑戦が始まります。ここはまずまずのスタート。出た出た。中段からの競馬になりそうだな。と思ってた時期が私にもありました。ぐいぐい先行集団へ。さあ最後の直線。3列目でチャンスあり。組破れて3があり。さあ伸びはどうかな。ないね。アパパネか。いや地味に粘ってるぞ。リリーノーブルが2番手。引退が早かった馬だ。母として期待されるわね。うちのは8着か。よく見えたわね。まあ今後の成長に期待しましょうね。距離は長いらしいな。路線は決まったわね。続きましてアストラウォーリアか、阪神カップだな。そしてボルカニックです。送り出すのもこれで最後か。そしてキャノンボールです。結局クリスマスローズ使うんじゃねえか。アストラウォーリアは金牌に変えます。メンバー考慮。さあ最後の有馬記念ボルカニック、満足仕上げ。最後に歴史刻んでくれー。さあ有馬記念と言いたいところですが、動画構成的に先にクリスマスローズを先にします。メインディッシュは最後で、ここはまあ、中京記念のフラガラッハが相手か。いいでしょう。ハヤトに先行策を授けよう。ソダシ、ポタジェよろしく頼む。ポタジェとボッケリーニをたまに間違えるんだよね。金子さんだからな。さあキャノンボールどうだ。ちょっと遅れました。外枠出し詰まることはないでしょ。4番アメリカンファクト。さあ進路はありそうだ。いいぞいいぞ。来た来た。わーわー。IQ5 みたいな応援やめろ。これは伸びが違いますな。さあ捉えました。やはりあなた1200の馬なのね。これはお見事。カノンボール差し切って氷。勝ったのは9番カノンボール。カノンボールクリスマスローズステークス。これは短距離路線で楽しみですな。目指せダービーはどうした？それはそれ、これはこれ。そもそもブラメンテで1200とは思わんよ。確かにカニカニ。というわけでお次はボルカニックです。ラストランですか？ついに来てしまいましたね。いろんな思い出が浮かびますね。今日はもう無事にという気持ちですよ。やはり印もここまで落ちてしまったな。勝って知ったる安城の戸先、今までよくやってくれたね。呼び捨てで草。おじさんも最後くらい馬券は買ってあげよう。ですよね。いや、CPU を徹底的に買うことでボルカニックを応援するつもりだ。某馬券おじさんを。さあ最後のレース、頼んだぞ。ワクワク、ワクワク。あ、最後くらいファンファーレ聞けばよかった。舞台が整った中山競馬場。豪華絢爛、世代を超えた名馬たちによる2分半の夢舞台。有馬記念、まもなく開演です。さあこれがラストラン。スタートしました。さあロケットスタート。これがこの馬の良さです。これはスムーズに花だな。かっこいい逃げっぷりだぞ。2番手1番ラキシス、2番アルアイン好位をキープ、その外4番カレンブーケド。これは楽に運べそうだな。申し分ない運び。戸崎啓太は言っていました。そのコーナーはいらん。7番ミッキークイーン、続きまして12番レッドデイビス。15頭を引き連れて王者の更新。うっう、早い早い。まずは正面スタンド前、主導権をどこまで保てるかだな。せめて直線までは持ってほしいな。1番人気10番アーモンドアイ、この位置内から5番レイデオン、11番ムスカテール、外から13番マリアライン。各馬1コーナーに入っていきます。
うち抑えて8番ブエナビスタ。 1000m の通過タイムは1分2秒7。最後方9番マカヒキ。各馬冬の中山競馬場を駆け抜けていきます。16頭各馬一段となっています。もう一度先頭から。主導権は3番ボルカニック。後ろに2番ではラキシスだな。だとするとしばらくは持ちこたえそうか。アーモンドアイはいつも通り後ろだわね。人気馬は後ろにいる感じだな。そのうち12番レッドデイビス、外から6番奇跡、15番サウンズオブアース、内から4番カレンブーケドール、後ろに13番マリアライト、内から11番ムスカテール、1番人気10番アーモンドアイ。さあ夕日をバックに残り600、なかなかいい感じで進んでるな。さあ引き連れてどこまで行けるか。さあ後続接近。1馬身相手8番ブエナビスタ、最後方は9番マカヒキ。まずは四角先頭ボルカニック。最後の走り、行けるところまで行け、行けるとこまで行け。ボルカニック粘れー。ソフィエールマンか。掲示板刺繍3着でもいい。欲張った。これがボルカニックの意地。よく頑張った。3着は立派。もう涙で前が見えんですよ。勝ったのはピエールマン、鞍上は石橋周騎手。2着奇跡、3着にはボルカニック。ナイスラン、ありがとう、ボルカニック。カズオもナイス調整だったな。VTR 保存と、3倍取りすんなよ。おじさんもナイス。この前馬券的中なし君って言われてたぞ。さ。さあボルカニックもここで引退だな。アストラウォーリア、ストーリアもそろそろ引退が近いからね。お先にって感じね。成績を振り返りましょう。最初は岩田未来が乗っていました。若手を育てるとか言いながら即下ろしました。すまんかった。3戦目から戸崎一筋だったな。初重賞は共同通信、初 G1 は NHK マイルカップでした。ダービーは惜しくも3着。そこまで惜しくなかったけどな。スプリンターズで G12 勝目、そしてジャパンカップ、有馬記念を勝って、年度代表馬を獲得。2年連続の年度代表馬だったな。4歳児は高松、春天、宝塚、そして凱旋門は2着だったわね。夢、見ましたね。5歳では大阪杯を制しました。安田とスプリンターはあと一歩だったな。そして最後の有馬記念の走りはお見事。21億円を稼ぎました。牧場のレベルアップに大きく貢献したわね。さあ次は守護馬としての仕事が待ってるぞ。お疲れ様、ボルカニック。頼んだぞボルカニック。というわけで今回はここまでです。ボルカニックの応援ありがとうございました。残された馬たちへの声援もお願いいたします。チャンネル登録もお願いいたします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。